高校だったら、まあ、個人のスキルの部分が、まあ、自分ガードやってるんですけど全然違って、まあ、フィジカルの面もそうなんですけど、やっぱ一つ一つのシュートだったり、まあ、ミスなく、まあ、ボール運べるのもフィジカルが大事になってくるんで、まあ、シュート力だったり、まあ、ドライブからの判断だったりっていうのがまだまだなんで、まあ、そういうところを一つ一つ経験積んで、まあ、もっと上目指せればいいなと思います。自分のおすすめの後輩は小栗昭俊です。開始では小池とダブルキャプテンやってるんですけど、まあ、小栗はまあ普段からまあ努力しててスリーポイントだったりっていうところを見てほしいです。初めてのウィンターカップで、まあ、シードっていうことで、まあ、慣れない部分も多くあると思うんですけど、まあ、自分たちの程よい緊張と、まあ、楽しむことを忘れずに優勝目指して頑張ってください。